憧れの那須の、カピバラの天井にやってこれた原岡です。原岡さんにずっと会いたかった那須動物王国の岩崎です。お願いします。よろしくお願いします。寒い雪がすごい雪がすごい末竹です。ここはどういうところ。カピバラの森といって、カピバラと冬の期間はいないんですが、マーラが展示してあるエリアになります。自由にカピバラが歩いて、まあ、うちと同じ形式ですかね。はい、はい、で、ここ の奥の方には何があるんですか。温泉があります。僕らはカピバラの露天風呂っていう名前、はい、温泉じゃないんです。せっかく那須に僕が行くということで、今回は長崎の野菜とか果物を持ってきて、その温泉に浮かべてもらおうかなという企画になっております。はい、わすごい。はい、こちらです。大量の視聴者は、いつものやつ、いつものやつやって。この大きいのがザボンですね。はい、結構長崎で有名な黄色っぽいのが有効有効という、長崎でもちょっと一部でしか生産されてない、匂いも強いで、食べるとちょっと酸っぱい。早速、はい、行きますか。はい、行きましょう。かわいいな。こちらですね、カピバラ温泉。いや、いいね、この雪景色に温泉に。右からここが芋みたいなのができているの、が梅ちゃん。梅ちゃん、梅ちゃんの下にいる子がナズナちゃんです薄めるとか羨ましい響きだよね。全部入れちゃいましょう。はい、あ、早速キャベツ大好きなんで、あ、人気進む、あ、人気進む、あ、人気進む、なんだこれはってなって食べれない。ガモンが気になってますね。ちょっと匂いが、匂いが、あ、匂いですよ。なんか手が、もう、匂う、キャベツ食べてるんですよ。食べちゃってる、コブが食べてる。あ、お兄ちゃん食べた、取られた。結構やっぱ上下関係あります、なかなか激しい。匂い良くないですか。匂いいいですか。うん、贅沢だ。めっちゃいい匂いする。ああ、
奥の子はいはい、おお、惜しいかい。ああ、沈んでった。お、出てきた。そういうことか。ごめん、なんもないんだよ。かじるの？かじってない。めっちゃリラックスしてる。はい、赤ちゃんたちもいます。あ、出てきた。あ、なるほど。はい。元気だな。
そうでしたが、いや、めちゃくちゃ楽しんでましたね。めちゃくちゃ喜んでましたね。温泉の中にまで入った芋とか人参とかも潜って食べてたんで、喜んでくれたんじゃないかなと。ありがとうございます。いい持ってきた甲斐があったかな。なんかイベントって今後あります？当時のイベントもありますし、 あとは長風呂対決、長風呂対決ありますね。ありますので、ここに来て分かりました。勝てないです。まあ、こうやってあの体験館同士でカピバラの可愛さとか雰囲気を伝えるために、まあ、そういうイベントも、まあ、随時やってるので、情報をチェックしてですね、那須動物王国に遊びに来てください。はい、はい、お願いします。那須動物王国のカピバラさんたちが癒されてるなと思った方はぜひグッドボタン。なんか那須名産を何か浮かべたいって、バイオパークでね、こういうのも特産でありますっていうのを知ってる方はぜひコメント欄にお書きください。はい、那須動物王国さんのチャンネルもありますので、まあ、お互いまだ登録されてない方はぜひ登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でさよなら。さよなら。ゴロンってさせてみます。はい、ゴッドハンドが通用するのか。毛が逆立っております。なんてしていいんだよ。耳ほぐ。あ、でもすごい気持ちよさそう。めちゃくちゃ気持ちよさそうに当たってます。やっぱ濡れてるとか。あ、それはあるかも。匂いかげるんじゃない。うん、いいんじゃない。どう、カンガルーの匂いを嗅いだりできます。長崎バイオパーク。本人の前で。本人の前で。なんかおしゃれな匂いが。おしゃれな匂い。うちよりも。あと温泉成分の匂いとか。ああ、なんかあるかもしれない。うん、大元の匂いは一緒ですね。なんか、え、どんな匂いだと思います？カピバラって。なんか僕、あの藁の匂いに似てるなと思う。なんだろうな、米米。なんかこう、だって牛の田舎の、なんかそんな感じですね。うちのチャンネルではすごく動物の匂いを嗅ぐのが多いんですよね。リバちゃん。暑いね。反応してるな、ちょっとこれは。触れずに。はいはい。はい、OK です。はい。ちょっと条件が悪かったかな。はいはい。じゃあね。